日本科学未来館の手前の東京湾岸警察署前交差点を右に曲がります。ここで右に曲がります。 NTT ドコモのアプリマイデイズは音声で詳しく地名や建物、交差点などを案内します。徒歩と車での移動に対応して交差点などで曲がるタイミングを知らせるほか、進行方向が合っているかどうかも随時アナウンスします。 NTT ドコモは画面を見なくても安心して移動できるので、歩きスマホの解消につなげたいとしています。